神社の祭礼、酒田三王祭。現在の酒田祭りには、各町内でそれぞれの出汁を出していました。金笠の子は、本間家三代、本間光岡が、三王祭りを盛大にすることによって、酒田の町を活性化させようと、京都の祇園祭に範を取って、令和2年、1765年に、京都の人形師に作らせ、船で運んできたものです。食べ誇りしたのは、酒田を種ヶ崎城下といったことや、種が龍宮のお使いとして非常にめでたいものとされていたからだそうです。またこの亀の頭は龍の頭に似ていますが、神谷神社の御神体を献上としていることにも関係があるらしいと言われています。長い間参道祭ごとに本間家内に送られ、行列に回る本間家の亀として親しまれていました。平成13年2月に酒田市で寄贈されたことを受け、有形民族文化財に指定し、平成13年度、14年度の2年をかけ修理を行い、新たに酒を復元しました。酒田三王祭にちなむ由緒ある亀笠鉾です。
一つだけ買って帰ろうか。